なんでその2人なんだよ。日韓ワールドカップトルコ戦でサントスと西澤明則を抜擢したトルシエ監督の奇策の真相。2002年に開催された日韓ワールドカップは覚えていますか？初めて日本でのワールドカップ開催とあって、開催地をはじめとして日本各地で盛り上がりを見せた大会でしたね。トルシエ監督率いる日本代表も初の決勝トーナメント進出という快挙を成し遂げ、日本中をサッカーフィーバーに巻き込んだ大会だったといえます。さて、今回は日本代表が初めて挑んだワールドカップ決勝トーナメントを詳しく紹介していきます。当時のことが懐かしい方も、初めて知ったという方も一緒に見ていきましょう。グループリーグでの成績は、当時のワールドカップには開催国は必ずグループリーグを突破して決勝トーナメントに駒を進めるというジンクスがありました。しかし、日本代表はかつて決勝トーナメントに進出したことはなく、このジンクス通りになるかということに注目が集まりました。気になる日本と同じグループ H はといえば、ベルギー、ロシア、チュニジアと格上の国ばかりでした。開催国というホームのアドバンテージを考えても、日本がグループリーグを突破するのは厳しいという見方が多くありました。しかし、蓋を開けてみれば、第1戦のベルギー戦は2対2の引き分けで勝ち点1をもぎ取ると、第2戦の対ロシアは1対0とワールドカップ初勝利をつかみます。そしてグループリーグラストの第3戦、チュニジアとの試合では、引き分けでも2点差以内の負けでも自力で決勝トーナメントへ進める中、2対0と日本の強さを見せつけた試合でした。予想とは裏腹に、ダントツ1位で決勝トーナメントに進出した日本代表に、日本国内は沸きました。第2戦のロシア戦は視聴率 66.1% と、サッカー中継の視聴率で過去最高の数字を出します。グループリーグでの日本の大活躍っぷりに、決勝トーナメントでも好成績を期待してしまいますね。日本代表は初出場を決めた決勝トーナメントではどうなったのでしょうか。決勝トーナメントでの戦いとは、グループ H を1位通過した日本代表は、決勝トーナメントではグループ C を2位通過したトルコと対戦します。当時のトルコはワールドカップ出場が2回目であり、開催国の日本が有利と言われていました。しかし、前半12分にトルコに得点を決められ、そのまま試合は動かず0対1で決勝トーナメント敗退という結果でした。この結果を、日本代表の監督を務めた山本雅邦氏の分析をもとに見ていきましょう。まず、ワールドカップの代表選出でのサプライズがありましたね。当時日本のゲームメーカーだった中村俊輔選手が選考から外されました。この代表選出には世間からも賛否両論ありましたが、山本氏は決勝トーナメントのトルコ戦のスターティングメンバーの選出にも批判しています。トルコ戦では西澤明則選手とサントス・アレサンドロ選手が2トップとしてスタメンに起用されます。グループリーグでの戦いでは、サントス・アレサンドロ選手は途中交代で1試合に出場していますが、西澤選手はトルコ戦が初出場でした。それまでの3試合では2トップは柳沢敦史選手と鈴木隆之選手が起用されていたため、サントス選手、西澤選手の抜擢はまさにサプライズでした。実は柳沢選手は怪我をしており、トルコ戦ではベンチ入りはしていたものの、試合に出ることはできない状態だったといいます。そこで、調整が遅れていたものの、コンディションが上がっていた西澤選手が抜擢されたのです。一方、サントス選手は本来フォワードではないにもかかわらず、ツートップの一人として起用されました。それには、トルシエ監督のトルコ戦対策がありました。トルコの右サイドバックが攻め上がった時の裏が空くので、そこを起点に崩すという戦略だったんです。と山本氏は語ります。トルコにはディフェンダーでありながら超攻撃的で、たびたび得点のチャンスを作っていたファティ・ヤキエルという選手がいました。ファティ・ヤキエル選手は攻撃的な反面、守備の反応が鈍いと分析されていたので、日本は守備から攻撃への展開を早くすることで勝機を見出そうとしました。この作戦のためにサントス選手を起用したのでした。しかし、ワールドカップ2回目の決勝トーナメント出場だったトルコは日本をとても警戒していました。トルコが超守備的で、サイドバックが全然攻撃参加してこなかったんです。当時を思い出して山本氏は苦笑いを浮かべていました。日本の作戦は失敗し、サントス選手は前半で交代を余儀なくされます。
その後日本は後半では鈴木隆行選手を起用しますが、前半に取られた1点は重く0対1で試合は終わりました。初めて出場したワールドカップ決勝トーナメントでは苦い思いをした日本代表でしたが、そこから学ぶものも多くありました。山本氏の分析とともに見ていきましょう。トルコ戦の敗戦から学んだものとは、日本はトルコ戦でワールドカップの予選リーグと決勝トーナメントは全く違うことを痛感しました。自国開催ということもあり、日本は予選リーグ突破に全勢力を注いでいました。当時は予選リーグを突破したことがなかった日本にとってそれは必然だったとも言えます。予選リーグの3試合は持てる戦力を全て出し切り戦いました。しかしタイトなワールドカップのスケジュールの中で予選リーグを重視してしまうと決勝トーナメントで勝ち進むことは難しくなります。トップの国々は予選リーグでは要所要所で主力を休ませ決勝トーナメントに備えます。当時の日本にその考えはありませんでした。山本氏も当時の日本代表について次のように分析しています。当時の日本代表はベスト16でどう戦うかよりもそこへ行くためにどうグループリーグの3試合を戦うかが優先でした。ベスト16へ行ったらそこから先は別の戦い、その時にどのくらい余力があったのかといえばどうしても気力は若干低下しますよね。それまでのように牙を剥いて獲物を狙う感じはなくなっていました。目標だったグループリーグを突破したことで一定の達成感はあったんだと思います。極端に言えばもう満足していたのかもしれないですね。結果として予選リーグを突破し決勝トーナメントへ駒を進めることができたので日本代表は当初の目的は達成していますね。日韓ワールドカップで日本を下したトルコは3位だったので日本の作戦ミスもありましたが、トルコが純粋に強かったともいえ結果は必然だったのかもしれません。その後の日本代表はワールドカップでは決勝トーナメントへ進んでいるものの、日韓ワールドカップ同様ベスト16が最高成績なので今年開催されるワールドカップでは頑張ってほしいですね。まとめ、いかがだったでしょうか。トルコ戦でのトルシエ監督の奇策は成功しませんでしたが、初めての決勝トーナメントでの試合は今後の日本代表にとっても良い経験になったでしょう。日韓ワールドカップから20年経った今年のワールドカップでは当時サッカー少年だった子どもたちが今度は代表として選出されるでしょう。11月から開催されるカタールでのワールドカップもどんな試合が見られるのか楽しみですね。最後までご視聴していただきありがとうございました。